森雅子さん。自民党の森雅子でございます。本日は、私の質問時間45分ございますけれども、今11時半でございますので、12時まで30分間、そして、休憩と衆議院の会議を挟んで2時からまた15分、私の方から大臣に質問をさせていただきたいと思います。昼休みを挟んで、午前と午後とで、質問をさせていただくわけでございます。今日はですね、刑法または薬物犯罪の刑の一部の執行猶予に関する法案の審議でございますが、私この法案をですね、この時期に出すことについては、まあ、若干ですね、違和感というか大変不安を感じています。と申しますのは、被災地の現状からでございます。まあ、私福島県でございますけれども、福島県今被災をして、そして、放射線の風評被害等が非常にきつくて、企業も県外に移転をしております。県民の雇用が非常に厳しい中で、刑務所から出所してくる方をですね、また増やすということで、その就労先が確保できるのであろうかといった点でありますとか、まあ、平常時であれば刑務所からまた早く出所していただく方をですね、早く、まあ、社会復帰していただくように、社会として温かく受け入れていく努力をすべきものと思いますが、現状被災地では、特に福島県では、放射能の不安に怯えながらの緊張した精神状態の中での生活を続けておりますので、そのような余裕が持てるかどうかということでありますとか、はたまた保護司の数の問題、今委員からも質問がございましたけれども、津波等で減少、さらに避難区域から保護司そのものが避難をしているという現状の中で、刑務所からの出所者が増えてくるということで、大丈夫なんだろうかということ。さらには、毎回私この委員会で質問させていただいておりますが、警戒区域内の空き巣等の犯罪が激増して、それが止まりません。まあ何度も国家公安委員長の方にも要請しているわけでございますが、こういった治安悪化が懸念される状況の中で、またさらに刑務所からの出所を早くするということをですね、まあ今平時でなくて被災地は緊急時でございますので、そのような中で、この法案を、まあ、提出してこられて審議をするということでですね、被災地としては被災地の現状を分かっていただけてないのではないか、非常に置き去り感、忘れ去られ感というものを感じます。まあ、以下一つ一つ質問をさせていただきたいと思うのですが、その前に大臣にお願いをしておきたいことがございます。まあ、大臣には、私は10月27日に大臣の所信に対する質問をさせていただきました。10月27日といえば、大臣がご就任になってから2ヶ月が過ぎようとしている期間でございました。私は民主党になってから5人目の大臣でいらっしゃいますけれども、平均の就任期間がそれぞれ半年に満たないという中で、2ヶ月を過ぎようとしているときに、まあ、初心をしてその質問をすると。国民の代表である
国会議員の質問をですね、2ヶ月余り経ってから初めて受けるということに対して苦言を申し上げたところでございます。やはり大臣がどのようなご意見を持っておられて、そしてどのような法務行政を執行していくのか、そういうことについてご意見をお聞きをし、質問をしたいというふうに思っているわけでございますし、またそれに対してお答えになったことをどのように行政に生かされているかということをこの委員会で確認をしていきたいと思っているわけでございます。まあ、所信表明の時には、まあ、大臣初めてお会いするわけでございますので、週刊誌等で取り沙汰されておりました大臣の秘書官の二重給与の問題も質問させていただきました。過去に公金を582万円も詐欺で取得した、詐取したという前科のある方を秘書に採用し、その翌日には秘書官に採用し、法務大臣室という大変国家の中枢の場所にやすやすと入れてしまったということが、国民の信頼を失うのではないかということ、そしてその秘書官の給料は国民の税金から約150万円も支払われましたが、前科があるということが指摘をされてから1ヶ月間もそのまま秘書官をされておられたと、大臣がクビにしなかったということについても質問をさせていただきました。その質問に対する答弁が全く納得のいかない誠意のないものでありましたので、私は本日は真面目に答弁をしていただきたいということをお願いを申し上げます。まあ、法務委員会の衆議院の法務委員会の稲田朋美委員もですね、おっしゃっておられました。野党時代のあの生き生きとした大臣は一体どこに行ってしまったのですか、もう別人とおっしゃっておられましたけれども、ぜひですね、大臣、野党時代の大臣の生き生きとした感覚を取り戻していただいて、真面目に向き合っていただきたいし、この委員会は国民が見ております。インターネット等で中継しております。その国民に向かってですね、その心を打つような、私は法務行政をこうしていく、そういう答弁をお願いしたいと思います。まあ、我が党の丸山委員からは前回、そしてその前も尖閣諸島の問題について質問をさせていただきました。それについても、まあ、ぬかに国というかきちっとした答弁が得られませんでした。この尖閣諸島の問題は松本前参事官が、あの時の釈放は戦国官房長官、前官房長官、そして菅前総理の政治家が行ったものだという大変重い発言があったことを受けての質問でございましたが、単にそのような事実はないと承知しておりますという答弁だけで、承知している理由もわからないし、それについてどう思われているかもわかりませんでした。本日は大臣には真面目に向き合って答弁をしていただきたいということをお願いを申し上げておきます。さて、それでは本法案の被災地における問題でございますけれども、まず保護司の問題でございますが、被災地域を管轄する保護観察所、盛岡、仙台、福島でございますけれども、被災地の保護観察所においては被災等により多数の保護司が活動困難な状態に陥っております。まあ、同じような問題ですけれども、民生委員の方なんかも津波で確か45人約45人
お亡くなりになったと聞いておりますが、保護司についても同じような状況がございます。つまり、行政を平時であれば支えている、そのような民間の活動が機能しない状態になっているんでございます。まあ、そういう中でですね、政府はですね、この被災地において、この保護観察処遇の体制をどのように構築をしていくおつもりなのか、この法案が施行されたならば、被災地のそのダメージを構築し、さらには、今、他の委員からも指摘があったとおり、平時であっても非常に厳しい保護司さんたちの処遇の問題の解決に向かってどのように構築していくのか、非常に重大な問題だと思います。被災地における保護司の活動の確保についてご答弁を大臣からお願いいたします。平岡法務大臣。お答え申し上げます。今、森委員の方から、被災地域における保護司さんたちの大変厳しい状況ということでお話がありました。我々も被災地においては、10人の保護司の方々が亡くなられたほか、多数の保護司の方々の家屋が損壊するというような事態も発生しておりまして、多くの保護司の方々の活動が困難な状況になってきているというふうに承知しているところでございます。そこのために、現在の対応という点について言えばですね、活動困難となった保護司さんたちが担当していた保護観察等の事件というものを保護観察官が直接担当するというような対応を取らさせていただいておりまして、その体制を確保する必要があることから、現在被災地域を管轄する盛岡、仙台、そして福島の各保護観察官所に、保護観察所に全国から7人の保護観察官の職員を派遣しているところでございます。さらに保護司をはじめとする民間協力者に対する活動再開に向けた支援の必要性なども考慮いたしまして、被災地域4カ所に保護観察官が常駐して保護観察処遇等を行うための保護観察緊急拠点の設置を予定しているところでございます。そして、まあ、今後のお話ということになりますけれども、被災地域における業務負担というものが非常に、まあ、大きくなっておりますので、来年度予算要求におきましては、活動困難な保護司の方々の数、あるいは被災地における保護観察事件等の件数、それから保護司をはじめとする民間協力者に対する活動再開に向けた支援の必要性などを考慮いたしまして、保護観察官、25名の増員を、これは5年間の時限措置でありますけれども、まあ、要求をさせていただいているということでございます。我々としてはこの要求が実現できるように最大限の努力を行ってまいりたいというふうに思っておりますので、委員の皆さん方のご理解とご支援を賜れば幸いに存ずる次第でございます。森雅子さん。ちょっとお伺いしたいんですけれども、現在のですね、被災再建の保護観察官の数を教えてください。平岡大臣。合計71名でございます。森さん。3県で71名のところに7人増やして一体どれだけの負担が軽減できるんですか。今一人当たりの保護観察官、一体何人の保護観察対象者を受け持っているんですか。平岡大臣。今私の手元で持っているものでいきますと、被災3県のうち太平洋側沿岸部に所在し、津波により家屋が流出などの特に被害が大きかった地域における保護観察等事件継続件数は約950件でございます。森さん。950件を70何人で見ているんですね。